沖縄っていうと、うん、まあ、俺前から言ってる通り第二のふるさとっていう感覚が俺の中にはある、はい、でもそれは何をして第二のふるさとかっていうと、うん、一番のその自分の中でのあこれだなっていう部分はね、うん、まあ沖縄を作った神様とね、うん、こう言われてる天満宮シルミ宮っていう、うん、こう夫婦神様がいる、ね、その天満宮って天っていうから、ね、その女神様なんだけど、うん、その浜比嘉島のあるところにその天満宮の墓っていうのがおすごいじゃない神様の墓だよあ、うん、だからやっぱ神様はねそうなんだ人間なんですよ人間だよでその天満宮の墓に必ず行くとこう手を合わせて帰ってくるのを笑う一つの墓参りだと思ってるわけ、うん、それとまあ自分のおじであるとかねなんかがそこで戦死したということもあって、はい、名前が刻まれてる平和の礎へ行って、その名前に触れて、で、奄美中の若い手を合わせてっていうね。うん。そんな感じの人も一つの流れとしてるんだけども。はい。その、沖縄に大人になってからね、本格的に行くようになったっていうのが、2012年からなんだわ。うん、うん。2012年の10月に、読谷村で読んでくれる方がいて。はい。で、それからっていうものをずっと、俺はもうその沖縄行くと、読谷村、まあ、ちょうどその真ん中にあるもんだからね。うん、だから、その読谷村を拠点にさせてもらって、北行ったり南行ったりしながら、いろんなその活動をしてるわけなんだけども、うん、第2回目の沖縄でのライブをやったのが、2013年の3月だった。はい。でその3月にイベントをやった時に、うん、ありがたいことにねたくさんそのお客さん入っていただいてその後必ずその打ち上げをやるんだけどもさ、うんうん、その打ち上げをやる会場っていうのがあってねそのイベントの割とその運営側についててくれた人の経営だった、うんうんうん、でそこへね俺たちがドーッとなだれ込んだけどさ、はい、そしたら貸し切りって今日はもう貸し切りになってますからねファンキーさんって言ってたのに、うん、何人かのお客さんがいるんだよで俺、うん、こんばんはって言って入ってたんです、うん、そしたらあファンキーさんね実はねこの方は本当はそのライブに来たかったんだけどどうしても仕事の都合で間に合わなくて、うん、うん、それでそのライブには間に合わなかったんだけど、うん、打ち上げだけでも参加したいって言われてるのでほー、うんいいですかねって言われ、いや、もう全然構わないよって言って、女性だったね。未だに俺その方と Facebook で繋がってるけどね。ああ、そうですね、うん。で、その人が、そのお父さんを連れて来られてて、うん、お父さん、ものすごい明るくて面白い人だったんだけども、はい、打ち上げがどんどんこう竹縄になってくるじゃない。で、うん、うわ盛り上がって向こうで三振弾いて踊ってるのがいるしさ、うん、こっちでケツ出してるのがいるしさ、なんかもういいね、この盛り上がりやっぱり南だねって感じてたんだけど、はい、その、うわーってなってるその雑踏の中にあって、うん、さっきのその打ち上げだけでも参加したかったって言ったその女の人が、うん、俺に一生懸命話しかけてきてくれるの。うん、でその話しかけてきてくれるこの内容っていうのが、はい、と思うような気の悪い話なんだ。ああ、それが、その、うわー、ファンキーさん飲んでますかとか言う。青森ダメだったらビールもありますよとか何がありますよって。ちょっと、はい、大丈夫です。ありがとうございます。って。すいません、ありがとうございます。って。うん、それでそれでって、こういう感じで聞いてるのに、うん、すごい気持ち、気味悪いんだよ、その話は。ああ、それで俺、その宴の方じゃなくて、こっちに集中してしまうぐらいの内容の濃い話だった。それで俺、うわーと思って、申し訳ない。今ちょっとこんな場なので、うん、その話をね、100% 頭の中にきちっとこう整理して入れられないんですよ。なので、困ったら今日が土曜日でしょ。明日日曜日。あれ明日ってこの店って休みだよね。悪いんだけど、昼間ちょっと時間あげてもらえるって言って、そこの店ちょっと昼間あげてもらうことにして、うんうんうん、で、その彼女もう一回来てもらって、うん、その話ちゃんと聞かせてくれって言ったのね。ほうほうほう聞いたさ。はい。あのね、はい、妹さんがいるんだよ。で、その話っていうのはその本人ではなくて、これ妹さんが絡んでる話で、まあ二人関係してる話なので、うん、じゃあ明日はその妹も連れてきますねって言って、二人で来てくれたわけだよ。姉妹二人。普通の日。うん。うん、そしたら、その話っていうのはね、うん、ある日、
お姉ちゃんが中で働いてて、その中の仕事関係の人たちと食事会があったと。でその食事会が今晩何時からあるけども、あんた一緒にもしあれだったら来たらっていうご飯もあるしお酒もあるよ。だけどあんた車だからお酒飲んじゃダメだけど、その食べ物があるから一緒に来たらってこう誘ったら言うと、あ、じゃあ私も行くって言って来たんだって。それでその住んでるところが女村なので、読谷村よりさらにちょっと上だからね、女村って言うとね。はあはあ、だから那覇からだと本当に夕方の混んでる時間帯なんかもう下手すれば1時間半とかかかっちゃうわけで。はあ、それで、そのある程度時間経った時に、ねえねえ、明日仕事だし、うん、私先に帰るねって言って、そう？じゃあ気をつけて帰るんだよって言って、うん、お酒飲んでないねって、飲んでない飲んでない、大丈夫。じゃあ家着いたら、今着いたからねって、メールなりなんなりちょうだいね。うん、わかった。帰ってった。うん、ところが、それからしばらくして、携帯が鳴ったんで、その携帯を見てみたら、あれ？もう着いたわけって、ずいぶん早いなと思う時間に、うん、妹から電話がかかってきたの。はい、ピッと出て、もしもし、何あんたもう着いたの？早くない？って言ったら、うん、違う。ねえねえ、私、事故したってなって。事故？うん、おぉ。って言って、どれ？って言ったら、うん、いや、読谷とこ、女村のちょうど間かな、どこだろう、わからない、読谷かな、女村かなって言うんだって。うん、もうとにかくそれ家に近づいてることは間違いないと。うん、車は？って言ったら、車動かない、何か乗り上げてるよ。で、あんた怪我はない、大丈夫、怪我はないんだけども、車が動かないよって言うんだって。うん、うん、どうしよう、警察呼んだって言うと、警察呼んでない、呼んでないけど、ああ、どうしよう、どうしようって言うから、じゃああんたそこにいなさい。私のその男友達がそこの近くに住んでるから、今から電話してそっち行ってもらおうねって。うん、で、とにかくその車は引っ張り出さなきゃならないし、いろんなその保険の関係で自己証明を取らなきゃならないから、その警察には電話しなきゃならない。うん、じゃあその辺のところ全部自分でできるねとできるっていうんだって、うん、それで自分はその男友達のところに電話入れて、実は妹が今ちょっと事故してるから、うん、ただそのどこにいるかわからないんだけど、おそらく県道だと思う、国道ではなく県道側だと思うんで、うん、ちょっと探してくれる、わかったって言って行ってくれたと、はい、で自分もごめんね、ちょっと妹事故したから今から帰るねって言って、その場を後にして自分も女村に向かってったと、うん、ところが運転してしばらくした頃に、その男友達から電話がかかってきて、おい、おかしいぞ。俺、散々こう、さっきから行ったり来たりしてるけど、どこにも事故してる様子なんかないぞ。国道じゃないのか。いや、国道じゃないと思う。とにかく、その辺だと思うんだよ。まあ、とにかくわからない。もう、あの子なんかちょっと、錯乱してるのかな。どうしてんだろう。頭打ってるのかな。なんかぼやっとしてる感じなんだよね。もう、わかったわかったわかった。とにかく探すわ。電話切った。はい、するとすぐにまた電話がかかってきて、ひょってみたら妹なんだって。うん、で、あれと思って、もしもしって言ってたら、ねえねえ、私ね、前から思ってるんだけどね、ねえねえ、もうちょっと髪の毛短い方がいいと思うんだよね。ぷって切れるんだって。何言ってんのこの子って。え？何？って。なんで今この子言ってくるわけ？で、また何分もしないうちにまた電話かかってきて、ねえねえ、ねえねえ、どこもだったっけ？やっぱりこの辺絶対 au の方が電波いいよ。プツッと消えたんですよ。そんなことが何回もこう短く電話かかってる。もういよいよおかしい。もうこれも急いでいかなきゃと思うんだけど、変に慌ててって自分が事故を起こしても困るので、とにかくもう自分は冷静に向かってったと。そしたらその男友達から電話がかかってきて、見つけたぞ。うん、見つけた見つけた。で、今、その警察も呼んで、うん、で、その、お前のところのその親御さんも来てもらってね、今とにかく、ここにいるけども、お前どのぐらいで着くって言われたんで、私もうすぐ着くよ。うん、車でこう着いた。現場へね、うん。見つかったと。そしたら、はい、その妹が、今、救急車にストレッチャーで運ばれていくところだったと。ね。それでその警察官がいる、救急隊がいる。はい、あら、すいません、妹どんな様子なんですかね。え、なんでストレッチャーにって言ったら、いや、だって挟まれて気を失ってましたからね。いやいやいや、そんなわけないんですよ。何回も電話、私の方に電話してってるんですよ。うん、そうです。いやいやいや、電話なんかできる状況じゃないですよ。もう、シートとハンドルに挟まれて、こんなになってましたから、もう気を失ってたんですよって。はあ、そうなんですか。うん、そしたらその男友達がいたんで、はあ、ちょっと来いって呼ぶんだって。はい。どうなってんの？なんでこれ、なんでね、どうなってんのって言ったら、なんか、おかしいぞ。うん。俺、この場所何回も通ってるわけさ。いなかったんだよ。
彼女ここに。ああ、その、探してる時に。ああ。おかしいな。俺生まれ育った町だからな。こんなの、ま、勘違いなんかしようがないだろう。いや、それよりも何よりも気味悪いのはな。俺がここ行ってずーっと通り過ぎて、向こうで U ターンしてまた戻ってきて、坂をずーっと上がりかけた時に、ずーっと坂の途中のところでもって、なんか白い服を着た女が見えたんですよ。その女がこう手を上げるような、なんとも言えない仕草をしたんで、あ、いたって、あ、そうか。彼女、車の外に出てるんだな。あ、じゃあそんな怪我もないみたいだ。大丈夫だなと思って近づいてったらいつの間にかその白い服着てた彼女が消えてた。うん、でも、車の中覗いたら、お前の妹黒い服着てただろうって。ああ。あの白い服着た女、俺なんかすごい嫌な感じするぞって。嫌な感じ。うん。って言われたんだっていうわけ。はい。でもその妹さんがの怪我ってのは実はそんなに大したことはなくて、うん、それが何しかしたらもう普通に、まあ当たり前にその面会もできるし、もう食事もできるしっていう感じになってたと。うん、で、そこで、その妹さんを、まあ見舞いに行った時にね、聞いたんだって、うん。あんたね、なんでねって、なんであんな事故に遭ってるわけって言ったら、いやーわからない。全然覚えてないんだよね。全然覚えてないんだよねって言うから、うん、実はね、私の友達が言ってくれたんだけども、なんか、おかしなものを見たって言ってるよって、ここまで言ったら、はい、実は、ねえねえ、私ね、この間夜中に、ある友達と 女友達とね、二人で浜比嘉島行ったって言うんだって。うん、浜比嘉？なんで？って言ったら、うん、いや、なんでっていうことないんだよねって、夜遅くなって、ちょっとドライブしたいね。じゃ、海中道路渡ろうかって言って、うん、その海中道路ずーっと走って、浜比嘉島の方へ、浜比嘉島っていうのは、大きな海中道路まず一本渡ったら、一発目に出てくる信号があるんだけど、その T 字路の信号を、右にもう一つ、ちょっと短めの海中道路を渡ると、うん、浜比嘉島に渡るんだよね。うん、で、そこへその浜比嘉に出た途端、道 T 字路になってて、T 字路右行くと浜村、左行くと比嘉村っていう浜比嘉村ってなってるんだけど、もともと観光も何もここに入れないでこう開発されてる島なもんだから、周遊道路ってのがないのよ。だからもう一回左に行ってしまうと途中まで行ったらあとはもう内陸にこう入ってっちゃうわけ。こちゃ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 と。細い道なんだよね。その島民の方が使うためだけの道路ってことですね。うん。もう完全なもう生活道路なんだよ。うんうん、それで、これ左行ってみようかねって言ってたけど、これ夜遅くに浜比嘉なんか来て大丈夫かね。なんで？いや、だって、私、うちのおじいにも言われてるけど、浜比嘉は怖いとこだぞ。神様の島だからなって、だからお前たちの遊び半分で絶対足踏み出たらならんのって言われてるんだよって。大丈夫さ、そんなんなんでもない、なんくない、なんくないって言って、その島の中に入ってったの、うん。ところが、さてそろそろ帰ろうかって言った時に、その、今自分たちが渡ってきた海中道路にたどり着かないってのよ。たどり着かない、見つからないって。ちっちゃい島だよ。なのに、そこをどんなに走っても、元のその海中道路を見つけることができない。あれだけ高校と水銀とか、と思ってる綺麗な橋だからね、はい。それを見つけることができない。どうしたんだろう、なんでだろう、なんで同じとこばっかりぐるぐる回ってる、そんな感じだよねって、そうだよね。ちょっともうちょっと行ってみようって言って、たまたま入ったところが、向こうへ向けてまっすぐストンと伸びてる道に出た。ねえ、こんな道って通ったっけ？通ってないよね。あ、じゃあこれ行ってみようよ。って言って、スーッと走り出して、ライトをポン、パッと上向きにした途端、ずーっと向こうの突き当たりのところに、白い服着た女の人が見えたんだよね。見えたんですね。うん、で、その時に、あ、人いる。あの人、道聞こうって、海中通りどこですかって聞いたらわかるよね。ああ、そうしようそうしようって言って、どん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 近づいていったら、今までいたはずの人がスーッと消えていなくなってて、そこには大きな岩があって、そこにたくさんお供え物がしてあったの。岩に。まるでだからそれは、その岩を崇めて、なんかそのお祭りしたってじゃなくて、はい、そこに何かその事件、事故があって、亡くなった人のために何かそのお供えがしてあるような感じだったと。あ、うん、ははは。そんなことがあったんだよね。ああ、私なんかもしかしたらそこへ行ったからかなって言って、ぼえーっとしてるんだって。うん、ね、うん、あんた。
まぶい音したねって。まぶい音した。うん、おう。これね、沖縄の人たちの中ではもう常識になってるんだけども、沖縄の琉球王朝のこの家紋っていうかね、紋があるんだけど、これって三つ巴なんだよね。三つ巴。これ三つ巴の中の巴ってこれ魂を表してるんだけども、はい、これ魂を沖縄でまぶいって、またまぶやって呼ぶんだけど、うんうん、沖縄の人たちの一つの常識の観念として、人間は体の中に三つの魂を持ってると。おこう三つの魂があるうち一つでもポンとなくしたり落としたりするとあとなるんだってわけ。ファンキーさん本当だからねって俺までもう何十人それに言われたのそれは。はあはあはあ、うん。待って落とすってどういうことって言ったら、うんうんうん、例えば道を歩いてて向こうからその車がいきなりバーッ突っ込んできた。光りはしなかった。当たらなかったんだけど、うおー、びっくりしたってなると、うん、そういう、ポーンとその場にまぶい一つ落ちるんだって、わけ。へぇー。うん。すると、その途端、うん、ってなっちゃうんだって。放心状態。うん。はぁー。で、そのまんまずーっと、そのまんまだってわけよ。へぇー。すると、そこのおばあだとかなんかが、はい、あ、はい、お前、まぶい落としたなって、なんか、あったかねって聞かれて、あ、実はここでこんなことあったって、ああ、そこに落ちてるよ。じゃあそこにまぶい組に行こうねって。まぶい組。まぶい組に行く。うん。ほう。で、その場へ行って、その人をそこへしゃがませて、うん、そこに落ちてる砂だとかなんかをこうつまんで、この背中にこうかけながら、まぶや、まぶや、うちこや、まぶやって、要はその、置いてこい、戻ってこいよって、うん、ね、うん、って言って、こう、そこの砂なり土なりにこうかけながら、その人の名前を呼ぶんだって。へ例えば、さっきの妹さんの名前が、そうだな、英子ちゃんだ。そうでしょ、はい、ね俺は ABC 使うの嫌だからさ、これ英語の意味ですかね。こだわりです。うん。じゃあ、そのように出しております。英子ちゃんだ、するでしょはい。そしたら、まべやまべや、うちこやまべや、英子のまべやって言って呼ぶと、うん、スッと入るんだって。へぇー。うんところが、その時にたまたまそこに悪いものがいたりあったりすると、はい。ちょっと良くないことが起きるんだっていうの、これも一つの流れなのね。はあ、それで、その事故を起こしたっていうところに、そのおばあと一緒に、その妹さんとみんなでこう行って、うん、じゃあ、まび、お前のまび、雲ねって言って、こう砂を拾ってはこうかけながら、まびやまびやってやってたんだって。うん、で、最後に、このまびやいって呼んだんだって。うん、そしたら、全然あらの方から、声がした。で、うわぁ、ダメだね、今日はダメだねって言って、もう戻ってきたんだって。で、その戻ってきた後、どうなんのって言ったら、はい、その時に帰ってこれなかったマブイは、うん、トイレから帰った。トイレから。トイレから、うん、へぇー。すごいでしょいや、俺もそれの仕組みがね、不勉強でよくわからない。この小原さんにでも聞いてみるとよくわかるんだろうけど、そう。それ、いつ帰ってくるかはその時によるんですか？もう、なんかやっぱりそういうあれがあるんだと思う。何かその理由がね、作法があるんだと思うんだけど、それによってなんかそのトイレから帰ってくるんだって。うん。すると本当に、へっってなるんだってよ。あ、そうなんですか。はい。ああ、ああ、助かったっていう感じらしいよ。へえ。うん。面白いでしょ？で、そんなことなんだよって。だから、はい、もしかしたら、だからその時に、女の人を乗せてきてしまって、まあその事故に直結する何かがあって、うん、その場に、だからそのまぶい落としたんだと思うんだよねっていう話なんだけどさ。だから、龍神まぶやなんかね。ね、まぶや。そうそうそう。うん、あと、ファンキーさんが沖縄で買ってきてくれた T シャツもね、うん、あれ、まぶいくんって。そう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 、まぶいくん。まぶいくん T シャツね。うんおー、面白い話いっぱいあるんだよ、沖縄ってね。いや、不思議ですね。ジンマシンがこう、発疹がこう、バーッとジンマシンが出たりするんじゃない？はい。すると、はい、便所のスリッパで叩くの。パッ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 。それもやっぱ便所なんですね。便所のスリッパで叩くと、立ちどころに消えるっていうんだよ。へぇー。ねえ、そうでしょって言ったんだ、これ。いや、ファンキーさん、本当はジンマシン出してごらんって言うんだよ。出るか、その。出るか。出してごらんってな。
るし甘さる2、3、5そのなんか変な電話かけてる時に、うん、音あでも気絶してたのか。そうなんだって。だからそれは絶対不思議なんだよ。いやそこは謎やな。そうその部分すごい謎なんだよね。うん、謎本当に不思議。